でハッピーバービデーいきまーす。はい、せーの、いいですかお兄さん。せーの、ハッピーバービー。今回は西日本豪雨災害についてお伝えいたします。視聴者さんの、要望にお答えして、記録をねまとめてみました。豪雨災害の映像が流れますのであらかじめご注意ください。こちらね僕が、SNS に投稿した内容なんですけども、まだこの時はまあちょっと雨が続くなというような感じだったんですけども、昼が過ぎ、夕方になりつ、なってね、徐々に、やばいなと、感じましたね。こんな感じで、消防団とか消防隊とかが、かなり川の方をね、見てましたけど、2時になったら、もう、足の方まで水が来て、ということで、その翌朝なんですけども、もう笹ヶ瀬川が、水位がね、ギリギリというか、もうかなりすごいなというような感じで、どうなるんだと、この後の予想も全くつかなかった状態でしたね。こんな感じで、浸水してるところは浸水してたんで、まあそのマビとかも、まあ、この頃は本当に大変な状況だったのかなと感じてましたが、僕の住んでた、その当時住んでた場所もこんな感じでした。こちらが夜の10時ぐらいですね。もう完全に車は出せないような感じでした。そして翌朝ですね。朝になったら完全にね、水が落ち着いてましたね。今は住んでないんですけども、まあ、その当時住んでた場所はこんな感じで、部分で水が、まあ、これでもまだ水は引いた方法だったんで、はい、やはり当然皆さん何かしないといけないということで、現地に行った方もおられると思うんですけど、僕たちは、迷惑になったらいかんということで、とりあえず市役所の方に電話しまして、どうしたらいいんだということを、電話でね、問い合わせたんですけども、まあ、どうやらその市役所のある場所でその引き受けを、しているということで、実際に行ってみることに、しました。ちょっと今管理センターで電話したところ、はい、まあ、個人的な人たちのやつはちょっと倉敷市の、本庁舎、市役所に到着すると、数多くの自衛隊の、ね、車両が、止まっておりました。おそらくここが、中継地点というか基地だったのか、その物資を運ぶ、ような、雰囲気がありました。で到着したんですけども、まあ、その雰囲気というか結構慌ただしいような感じで、職員の方がバタバタされていたんですけども、まあ、ちょっと、職員の方に伺って、どこに行ったらいいのかというのを聞いてみました。させていただいているのが、ちょっと東の地下のヤードなんです。反対側になるんですよ。反対側あることはあるってことですか？そうですね。一応、まあ、いろんな方をお手伝いいただいているので。申し訳ない。とんでもないです。はい、ありがとうございます。そうですね、じゃあちょっと判定があるということですね。無事にね物資を、渡すことが、できました。まあそのマビに行った方もおられるんですけども、まあ、実際こういう形で、
物資を渡した方が、迷惑にならないということでした。そして1週間後の、マビに、ボランティアのついでに、撮影してきました。引いた状態で、こんな風にもういろんな瓦礫とかゴミの撤去作業をしているような状態です。この近くに友達の家が、まあ、もう少し奥ですけどあるので、まあ、ちょっとそこまで行けたらいいなと思って、はい、畳も全部上げてるような感じですね。多分これがあの工場 の, あの爆風の火花で燃えたやつ。それから、1ヶ月後です。まあ、1ヶ月後になりますとある程度その廃棄物はまとめられてるような、感じに、なってるんですけども、まあ、ほとんどその人はいないというか、まあ、当たり前なんですけども、まあ、こういうガラーンとした感じでした。で、まあ、まとまりつつあるんですけども、まあ、このゴミはどうなるのかと言うんですけども、まあ一箇所にね集めるわけですけど、やはりもうそのキャパシティをね超えまして、まあその一時保管的な場所がいろんな場所にありましたね。半年後、半年後になりますと道路にあったその廃棄物などはもう完全に撤去されているような状態でしたね。まあ、こんな当時こんな感じだったんですけども、経ったばっかりじゃないですか。半年経つとこんな感じになるというわけですね。非常に綺麗に片付いてます。そして先ほどの、学校の廃棄物も、こんな感じで完全になくなりましたね。非常に綺麗な状態に戻ってます。当時はすごかったんですね。そうですね、あの過去の、はい、もう今となってはね、こうどこでも、こちらが町の状態なんですけども、まあ、徐々に、復興しているなというような、雰囲気がこの半年で、感じましたね。そうですね、本当に平坦な土地なんですよ ね,、うん、そうですね。だから一度その堤防とかそういうの崩れたらもう一気にね、そうですね、ダメになっちゃう。本当に逃げる時間もない、うん、そうですね。そして1年後になります。そう、なんかさっきちょうどそこでいただいた、未来に向かってハッピーじゃーっていうことで、まあ、丸中マビ店の駐車場でやっている絆というイベントにちょっとお邪魔してみたいと、そうですね、はい、思います。聞いてみましょうかね。はい、聞いてみましょう。何か歌ってる、あ、そうそう、あれの方に入ってる、分かるんだけど、うん、しょー、結構共産、共産なんですね。まだまだ大変ですけど、この中でもみんな、はい、ね、やっぱみんな、ね、盛り上げていこうということでやってるってことですからね。ちょっと歌は私たちができることって言ったらこう思うんだけど、はい、うん、もっといろんな、ね、こういうとか支援とかいろんなやり方があると思うんだけど、はい、俺たちができることはこんな形かなと思って、やることはやろうかな、間違いないですね、うん。
素晴らしいですね。私たちも今日復興から1年ということで、あの YouTube を普段撮っていただいてるんですけど、はい、今日は撮影に来たところ、ね、ちょうどあのお兄さんにこのチラシをいただいて、はい、こちらに寄った感じです。はい、ぜひ T シャツとかもあるんで、はい、みんな来て、はい、来ましょう。もらってよ。はい、ありがとうございます。一緒に楽しもう。はい、ありがとうございます。ぜひはい、ありがとうございます。みんなハッピーで、はい、ということでみんなハッピー楽しむということで、よかったハッピー、はい、いやすごい、うん、ハッピー。この辺がレディースですかね。一緒めっちゃちっちゃいの。これもサイズじゃないみたいな。サイズじゃない。何サイズ？俺3です。私もオレンジがいいな。で、僕ちょっと黄色でもいいですかね。黄色？ちょっと待って。これ？文字黄色で。この、はい。これ S。S です、これは。S しかないんです。S しかない。この色は S しかないんです、オレンジは。はい、着替えてみました。着替えました。着替えですね。いいマビという T シャツをいただきました。そうですね。はい、この T シャツは、まあ、今日の復興のイベントのために作られたということで、はい。はい、私たちもね、これを着て、今日はね、撮影はね、はい、続けていこうかなと思ってます。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい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 、マビ記念病院に来ました。はい。そうですね、ここもね、だいぶ、もう、木の真ん中ぐらいですかね。使ったとこなんですよね。最後自衛隊の人らがゴムボートで救出したりっていうされたとこなんですけど、もう去年の9月ぐらいからかな、もう病院は完全に再開してるみたいなんですよね。喜び悲しみ繰り返し、今日は別れた恋人たちも生まれ変わって7月7日です、うん、はい、みんながね、マビでもいろんな思いをね、こう寄せて書いてますからね、うん、はい、ちょっとピックアップしてみましょう、なんか、うん、一歩一歩とかいいよね。あ、一歩一歩、うん、一歩一歩ね、自分だけじゃない感じがするんですね。これとかね、うん、家が治りますように、はい、あとね、なんかね、ちょっとここに落ちちゃってるんだけど、うん、それちょっと拾ってあげましょうかね、うん、死者が増えませんように、美女が幸せなところになりますようにって、すごい。そうですね、お刺しとってあげましょう、ね、いいやつなんだね。家庭の喧嘩がなりますよ。これは、ちなみに今後、これは、ね、現実的ですね。そうそうそう、あの今日もタラマタラなんでね、みんなね、はい、あとこう、願いを思い、願いを込めてね、はい、はい、みんなも分かってます。頑張ってくださいももう言わない、はっきり言ってみんな頑張ってるからね、次に来た時にまた笑顔で、まっちゃんお帰りって言ってほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ここが堤防ですね。堤防ですね。今ね、ここね、復旧してる最中で、もうずっと多分直してたんだよね。そうですね。それがもう6月ぐらいで、まあほぼほぼできたかなっていう。ところで今は、倉敷大橋の方にね、その川に水を、まあ、川をつなげてるっていう状態なんです、ね、そうですね、新しくその水路を作る形になってて、うんうん、ですよね、実は僕は東京生まれの東京育ちで、この歌はずっと前からあれで、例えば私の若い頃の、なんていうのかな、例えば成田のね、空港の時の最後の歌がでこれを歌われたんですが、こちら来て、本当にこの歌の情景の中で歌うことがすごく幸せだったと思います。特に、3月にね、新芽が出てきた頃に、小田川沿いを夜影に向かって行った時にまさにこれだなと。で若い頃ってちっちゃい頃はね、
うさぎって美味しいのそんなにって聞いたくらいの 曲なんですが、わかる？ふるさとっていう曲です。ふるさといい曲ですね。じゃあ一番をガッツリとっちゃってください。はい。みんなこれ映るんで。わかりますよね。映るっていうか乗るんで。うさぎよいしかの山。雨に風に雨に風につけても思いずるふるさと志を果たしてね、いつの日にか帰らん志を果たしていね、ふるさと、皆さん次の世代、君たち、ね、ちゃんと受け継いでってほしいと思います、また会える日ですごく楽しみにしてますので、よろしく、どうもありがとう。やっぱりマビに住みたいっていう気持ちとか、やっぱマビに住んでた人とかのね、やっぱりこう、うん、マビを愛する気持ちが、うん、すごい伝わってくる、この地元に来た感じがすごいありますね。そうですね、うん、町の人も元気だし、うんうん、もっともっとね、みんなでね、こう力をね、また貸してもらえたらと思います ね、はい、まあ協力できることがあった私たちもね、うん、何かできたらなって思います。はい、ありがとうございました。顔がかいな感じだったけど、誰が昔っぱなしに住んでタイミングで、はい、何回か言ってください、はい、お願いします。皆さんで今しかないよ、もう流してます。はい、はい、じゃあ皆さんでハッピーマミデーいきます。はい、せーの、いいですかお兄さん。はい、せーの、ハッピーマミー。はい、はい、というわけでお疲れ様でした。今回はですね、僕たちの活動記録を、まとめてみました。まあ本当にいろんなね、場所でその災害はあったんですけども、今回はその、マビを中心に挙げさせていただきました。今回はですね、その西日本豪雨が起きてから、まあ、マビの様子を、まあ、1年にわたって、まとめてみたんですけども、やはりそのこの1年でかなりのその復興のスピードというのが感じましたね。やはり皆さんの力があって、まあ、現在に至るというような感じを改めて実感したかなと思いますね。で、ここでね、全く話は変わるんですけども、まあ、最近、ね、この1年ずっとね、新型コロナウイルスが流行りまして、まあ、制限されて、いろいろと苦しい中なんですけども、まあ、新型のウイルスの、ワクチンが、でき始めているということで、もう少しのね、辛抱かなと思いますね。はい、まあその大変なのはそれぞれ違うと思いますけど、もう少しの、辛抱です。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。